はい、こんにちは。3月31日です。今日は雑談ですえ、今日は祝日で私は仕事お休みです。そして、日本の暦では一流万倍日、転写日、転写日、虎の日3つが重なって、今年一番ラッキーな日という説もあるようです。皆さんどのように過ごされましたか。かえ、この間の春分の日、あと宇宙元旦。 の日にもう原因を担いでいろいろしましたが私今回もプラシーボ効果を狙ってちょこちょこ活動しました。 まずは朝起きて顔を洗ったらやっぱりトイレ掃除ですでその後春分の日にも交換しましたが玄関の森塩をヒマラヤのピンクソルトからイタリアの地中海の塩に変えてその後なぜか朝9時半に授業中にお腹が空いてしまった子どもたちに食事を作りましたで掃除洗濯を普通にした後はロス ROSS っていうお店があるんですねそこに買い物に出かけました。で水曜日平日平のの朝なので 入店のために並ぶ必要もなくてレジにも列はなくてもう本当に効率よく買い物ができてなんだか得ししたた気分で,したで今回はこの一粒万倍日1粒まいたら万1万倍になって帰ってくるとかあと天が許してくれる日お金の日の虎の日に肌着や下着を交換あとは キッチン用品も交換ししてみました、えー。夫のシャツも古いボロボロのシャツを捨ててで私もパジャマにしている T シャツ類を捨てて今回新しく買った T シャツと交換ですで。中国のものを買わないゲームはまだ続けているので、えー、今日買った T シャツは全部バングラディッシュ製ですでそれはそれで低賃金で子どもたちに労働させてるんだろうなとも思いますがそこは今回のゲームのルールには入っていません。 で下着はこれは女性にはすぐに分かるパーツですがこれを機にワイヤーが入っているものを全部やめて新しいものは違うタイプのもので揃えましたで男性ももしもご家族の洗濯物を干すのを手伝ってくださる素晴らしい方であればあああれのことかなってお分かりになるそうあのワイヤーですでキッチンではお箸をさらに交換してあとまな板も交換 それからスパチュラーとか卵を挽きにする器具なども古くなってちょっと壊れてたりとか使いづらかったりしていた細々としたものを今回一気にも交換しました。で本当は今日も仕事しちゃいそうになりましたが一流万倍日なのでなんかいいことも悪いことも1万倍になって帰ってくるぞって教えてくださった方がいらっしゃったのでせっかくの祝日だし仕事はあえてしないで自分 のこところで一つ前の動画で私のこと言葉が足りなくてちょっと誤解を与えてしまったようなのでちょっとお詫びをさせていただいてもう一度説明させていただきますが私,を私が物を捨てたりとかあとトイレ掃除をするきっかけになる動画を作っている方がどうも年間150万円改め99万円っていうサービスを提供していらっしゃるようなんですね。それを ケンケンさんんさとといいいう占い師ののの方がご自分の動画の中でこれは詐欺とバッサリ切っ切ていましたなんか私の言い方悪くてケンケンさんが人のは批判しているのに自分は高額のサービス提供しているのかって思われた方もいらっしゃるようですがそうじゃないです。で私は家賃を払ってくれるわけでもないね不要なもの家の中にある不要なものはどんどん処分して床面積が増えると掃除がしやすいのと。 あとトイレ掃除も自分の身の回りを整える一環としてまあまあ重要なことだと思っているので個人的にはこれらの現活技とかまあリチュアルを動画で紹介すること自体は詐欺だとは思っていませんでサロンとか有料サービスはまあお金を払って参加するご本人がいいと思っていればいいんじゃないんですかっていう感じででこれからもえ私は桜庭さんの動画は時々拝見する だろうし、あとトイレ掃除やも立証も続けると思います。で、私のはもう本当にかなり自己流。です。次話は大きく変わりますが、カリフォルニア州立大学。 で二千二十一年秋学期から一年生になる学生たちはエスニックスタディーズという三単位のクラスが卒業のための必修科目となります。でこのエスニックスタディーズっていう科目は特別新しいコンセプトではないんですね。で特にネイティブアメリカンを軸にした授業を教えているうちの大学の教授は随分前から結構有名な方です。でこの度二千二十年八月に A B 一四六ゼロというカリフォルニア州の 法案が州知事に認められてで2021年度から必修ににななることになりましたでこの AB1460 についてのリンクはディスクリプションに貼っておきますがまず「有色人種の強い要望に応じて」って書いてあるんですね。ではあと思ったら「1968年11月6日にサンフランシスコ州立大学の学生が要望の活動を始めて」っていうことのようです。で授業の内容はネイティブアメリカン アフリカ系アメリカ人、アジア系アメリカ人、ラティーノ系アメリカ人とアメリカの歴史についてということで、これまでこのクラスを教えてきたことで有色人種も白人も学びがあったっていう説明です。でこのクラス、え子供たちうちの子供たちは高校在学中に大学のクラス3単位を無料で履修履修することができるんですが。 もう上の子はとにかくできるだけ何もしたくない人なのでもちろん履修しませんでしたまあでもそれは置いといて私の疑問はうんなんでカリフォルニア州立大学二十三キャンパスだけ必修なんだろうっていうことです UC カリフォルニア大学の十キャンパスとかあとはいっぱいあるコミュニティカレッジと私立の四年生大学に在籍する学生はなんで必修じゃないんだろうこれは どんんなな線引きなんだろうと思いましたでいで,すよ、ね、でもコミュニティカレッジは基本住民は授業料は無料なので理論上いろいろな社会経済的ステータスの学生が混ざっているはずでだから親とか学生の経済力を理由にカリフォルニア州立大学に絞ったっていうのも考えづらくて。 うーん政治的圧力政治的忖度でしょうかね不思議ですね。でところでここから発生してうちの上の子は u c は1つ不合格で2つウェイトリスト中で、まあ、うちから歩いて通える大学は2月の時点で合格しているので多分家から近いところに行くことになりそうです。で UC の1つに不合格だった時は 本人がねあもうこれで自分で車を運転して通わなくて済んだって心からホッとしていてえー、そこって思いましたがでも私も実はちょっとホッとしましたなぜなら合格したら授業料が払えないからですでまたまた話は変わりますがうちのインコさんインコ4は 一つの大きなカゴに入れてるんですねでインコさんの一人黄色い人がですね人というか鳥が卵を5つ産みましたでいつから巣箱にずっといるようになったのかちょっともうわからないんですけれどもどうやらインコの卵が孵化するには40日ぐらいかかるようなのでうーんなかなか長い道のりだと思いますで卵が初めて見えた時先週なんですけど下の子が大喜びしてすっごい騒いで で卵を温めていた黄色いインコさんが巣箱から出てきてしまって、うん、どうしようかと思いましたがまた戻っていったのでこのまま生還します。最後に ラトカーズっていう東海岸の私立の賢い大学が秋学期に授業が始まる前に全ての学生に疫病の予防接種を義務化するというニュースがありましたで、これもリンクを貼っておきますがこの1年間コメント欄でいろいろな方とお話をさせていただいていて学童とか学生から義務化になったらどうしようって話していたんですねそれが現実となってしまってなんか目の前が真っ暗っていうんじゃなくて もうちょっとすごいめまいがしましたでアメリカの法律でこんなことを認められるのかなとも思いましたけれどもでも考えてみたらこの動きの布石のような感じで今回の疫病が流行る前にうちの大学の系列23キャンパス全てで MMRB 型肝炎あと脳膜炎髄膜炎かななどの予防接種記録の提出が義務化されたんですよね。 で以前は宗教上の理由でこの接種をお断りすることができたのにそれが使えなくなってしまってで最初の1学期の間にこれら全部受けておかないと2学期目の授業が取れないとでアメリカの各種種予防接種と。 そ,のそれぞれの留学生の母国で受ける同じ名前の予防接種と含まれているものの量が違うので母国で接種していても結局量が不足って言われて渡米後にもう一度接種しないと事業登録させてもらえない人が結構出て留学生の間ではものすごく不満が募りましたでそしてその不満,不満に感じる気持ちは私すごい結構分かります。 25年以上前ですけれども私も MMR で引っかかって授業登録ができなくてその場でもうその日の5分後ぐらいに注射打たれたことがあります。でおたふくかぜ以外は小学校の時にかかってたのになってでも抗体の記録がないのは本当に残念って不服だった気持ちを今でも思い出します。他にも 当時、肺結核の検査も義務付けられてたんですね。で BCG のおかげか、私、結果は陽性で、変な薬を6ヶ月飲まされるプログラムに放り込まれましたが、最初の2、3週間飲んで、これ体に悪いだろうなと思って、飲むのをやめてしまいました。でもう25年以上経って、時効だから今言っても大丈夫かなと思いますが、その薬は、 肝臓だか腎臓を壊すっていう副作用のある薬でした。で今肝臓が悪いのはその薬が原因だったのかどうかは不明です。で6ヶ月間 と1か月に1度軍カウンティーの保健局に行ってこれペンシルバニアだったんですけど対面で体調とか薬をちゃんと飲んでいるかすごい確認されて、まあ、はいはい飲んでますみたいな感じで適当に対応して6ヶ月過ぎるのをじっと待ちましたがあれね真面目に6ヶ月服用しなくてよかったんじゃないかなと思っています。というわけで今日はもう超夏日です次は何をしようか考え中です。Stay safe, stay healthy.